はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画ではゆうはさんの生活費紹介ということで、あと投資の話もしていきたいと思います。お願いします。お願いします。ということで、まずはじめに自己紹介お願いします。はい、新宿系ミニマリストのゆうはです。自分らしいミニマリストライフを東京都の新宿区で行っています。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、前回ちょっとルームツアーの方を撮らさせていただき、その後になんかちょっと生活費とか投資の話をした時に、結構生活費も少なく、そして投資もしてるということで、今回の動画でご紹介していただこうと思いました。でまず生活費紹介からいきたいんですけども、2019年11月の生活費が一番多かった時と、あとは2021年4月一番支出が少なかった時の比較をさせていただきます。はい、じゃあまず家賃の方からいきたいと思うんですけども、家賃は変わらずもここに住んでたって感じですか？あ、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。ちなみに改めて家賃に関しては、相場これぐらいがいいとかはあったんですか？そうですね、6万円までに抑えたいなっていうのが。お、なるほど。なかなかでも都内って厳しいじゃないですか。あ、そうですね。そう、しかも新宿っていいところじゃないですか。それは頑張って探したっていう。そうですね、たまたまあったっていうのもあるんですけど、やっぱどっかしら妥協しないといけないなってことなんで、まあ、確かに僕の場合は狭さと古さで妥協して安くしました。なんかスーモさんとかで探したんですか？あ、スーモでしたね。はい、で家賃6万円以下とかで検索してたみたいな。あ、そうですね、家賃で削って。なるほど。はい、ということでありがとうございます。で続いて管理費、この家賃の管理費ですよね、それが5000円ということで。あ、そうですね。はい、はい、続いてインターネット代は昔3000円だったのが今ではゼロになってるっていうことで、これどういうことですか？もともと2019年の時は GMO のポケット Wi-Fi を使っていて、それでキャッシュバックがあって平均でだいたい3000円ぐらい、これでも結構安いんですけど、さらに安くできた理由が楽天モバイルで、楽天モバイルでパソコンとかでインターネット見る時もテザリングで見れるので、それ一本化して、で Wi-Fi が解約して0円、1年間0円。なるほど、っていうことですね。まあ携帯代もじゃあしっかりですか？もともと3500円で今0っていう。そうですね、もともと格安 SIM 使っていて、で3000円も安かったんですけど、楽天モバイルにして0になったっていう、はい、っていうことですね。また今度いつぐらいに、なんかインターネットとか通信代、なんか携帯代とかかかるとかってありますか？はい、ですね、6月からかかってしまっていて、はいはい、でも楽天モバイルの、大体3000円ぐらいだけなので、安いですよね。はい、はい、ありがとうございます。では続いて水道代が、今も昔もそんなに変わらず。あ、そうですね、はい、ですね。はい、で続いて電気代が昔6000円で今2700円ということで、半分ぐらい減りましたけど、はいはい、これは何か理由はあるんですか？これ実は値段自体はそんなに変わってなくて、ほうほう、楽天の楽天電気にしていて、はいはい、で楽天ポイントで大体3000円ぐらい使えているので、それで安くなった。すごいですね、電気代半分に減るってポイントで払えるってすごいですよね。あ、すごい便利ですね。ね、なるほど。ちなみに楽天電気はいつぐらいに変えたんですか？去年2020年ですね。へえ、なるほど。きっかけは何かあったんですか？きっかけはやっぱ楽天で期間限定ポイントってあると思うんですけど、1ヶ月2ヶ月でなくなっちゃうんですけど、そういうのはもったいないなと思って、かといって無理やり使っちゃうのもなんか無駄遣いしながらし、じゃあ電気だったら絶対使うしいいなと思って。なるほど、なるほど、っていうことですね。はい、で、続いては交通費、シェアサイクルということで、今も昔も2200円ということで、はい、これはつまりどういうやつですか？これはドコモのバイクシェアっていうサービス、月、2200円で使い放題っていうサービス、サブスクで自転車が乗り放題みたいな。あ、そうですね、はい、1回あたり150円なんで、だいたい16回使うと、月額超えちゃうので、僕は月に3、40回使ってるので、なので月額にします。なるほど。もう移動は基本自転車がメインなんですか？そうですね、自転車と歩きですね、プライベートは。電車は乗らず？ほとんど乗らないです。おー、なるほど。東京って結構こういうシェアってね、結構あるから便利ですね。はい、続いて食費、これだいぶ減りましたね。通常ってなってますけど、昔が2万2000円、今4500円っていうことで、これどういうことですか？これが通常と特別で食費で分けて、ほうほう、通常っていうのが1日に必要な食事、僕の場合は、お昼とお昼ご飯と夜ご飯なんですけれども、特別っていうのがそれ以外のなんかカフェに行ったとか、へえ、なんかお菓子食べたとか、お酒飲んだとか、なくてもいい支出みたいな感じが特別ってことですね。はい、でも通常のが4500円でかなり少なくないですか？そうですね、2019年の段階では朝食も食べていて1日3食だったっていうのがまずあります。へえ。で、あとはふるさと納税を活用して、おー、なるほど。それでお米とかも買うことなくなりましたし、あとは株主優待でなんか食べたりしてると食費ほとんどかかんなくなった。なるほど、そういうことですね。ふるさと納税駆使すると、食品を送ってくるとだいぶ食
費浮きますからね。しかも節税になるっていう、はい、で特別費に関しては食費のね、昔3万5000円で2021年が9000円ということ、これもだいぶ減りましたね。これはやっぱお酒ですね。あ、お酒がメイン。そうですね、2019年の時には、はい、結構新宿のゴールデン街という飲み屋街があって、あ、なるほど、そこに入り浸って行って1回行ったら3軒回って、うん、結構行きますね。行きます。朝の5時6時まで飲むのが当たり前みたいな感じで、それでもう月に何回も何十軒も回ってたんで、はいはいはい、結構行ってたってことです、ね、なるほど。まあ確かにここのご近所さん美味しそうなねお店がたくさんあるから、ね、まあ、行きたくなる気持ちもわからないでもないですけど、何をきっかけに抑えられたというか。あ、もう単純な理由としてはコロナですね。あ、コロナでね、自粛とかでね。そうですね。で、習慣がなくなってやっぱお酒いっぱい飲むと生活習慣もリズムも悪くなりますし、まあ、ということで、まあ、結果良かったかなっていう、はい、ちなみにどういう時は行こうかなみたいな、お酒とか、まあ、特別費抽選かかってますけど、はい、なんかありますか。まあ、お酒行く時は人と、まあ、楽しむ時とか、あと、まあ、馴染みのお店で人と喋りたい時とか、お酒飲みたいというか人と会いたいっていうのが、ね、なるほどっていうことですね、はいはい、続いて書籍代ですね。まあ、昔はほぼほぼかかってないゼロみたいな感じかな。そうですね。で、今2021年が2000円ということで、はいはい、この辺なんか変わったことはありますか。まあ、月によって違うというのがあるんですけど、まあ、本はあんまり買ってなくて、もう2000円というのはあのオーディオブックの Amazon のオーディブルとか、はいはいはい、で1500円かかってたりとか、ちょっと漫画買ったりとかぐらいですかね。普段あんまりじゃあ本は買わない感じですか。本は図書館で読むことが多いですかね。へ、なるほど。ちなみになんかどういう本を読むことが多いとか。あ、結構、まあ、自己啓発系を読みますけど、うんうん、自分絵が好きなので、うんうん、まあ、絵の関連の本とか、うん、まあ、そういう本ですかね。なるほど。で、まあ、図書館メインで、はい、まあ、読んでるということで、続いて日用品、これだいぶ少ないですね。昔が1000円で、はい、まあ、今2000円ぐらいということで、これ増えたのは何か理由はあるんですか。日用品はあんま意識しないんですけど、うん、多分洗剤とかそういうもんなんで、うん、なるほど、まあ、なくなった時に買ってるっていう感じですね、はい、ちなみに音源とか音楽機材っていう欄がありますけど、はいはい、まあ、これ昔音楽やってたんでその名残っていう。あ、なるほど、まあ、たまたまこの2019年11月と2021年4月は、まあ、支出はなかったっていう感じ。あ、そうですね、ほぼほぼ今は使うことはないです、うん、はい、で次ファッション、まあ、洋服代ですね。昔3万円で、まあ、この2021年4月のは洋服は買ってないっていうことで。あ、そうですね、はい、この辺りなんか洋服の買い方とか選び方とか変わったことありますか。そうですね、うん、特には変わってなくて、変わってない、毎月、まあ、2万円だけ貯金してそれを洋服代になってるって決めてるんですけれども、うん、まあ、それがたまたまその月に当たったっていうぐらい、ね、うんうん、なるほどっていうことですね。ちなみに1回洋服買うのっていくらぐらいなんですか。大体1万円以下の服は買わなくて。お、なるほど。だいたい T シャツで2万円以上。結構いい値段しますね、はいはい、でジャケットとかになると6万円以上ぐらいかなと、うんうん、いうことですね、はい、そう、なんか以前もルームツアー撮った時におっしゃってましたけど、やっぱおしゃれというか、まあ、着たい服を着るために、まあ、そこはまあこだわりポイントっていう感じですね、はいはい、で続いて、交際費デート代ということで、はいはい、まあ、昔2019年の時はまあゼロで、はい、この4月2021年4月は1万5000円となってますけど、はい、まあ、単純に2019年の時はデートする相手がいなかったから、うん、なるほど、はい、そういうことですね。で、はい、2021年4月の時はまあ彼女さんも、あ、そうですね、彼女と遊びに行く、はい、できてということで、ちなみにデート代とかで、まあ、もちろん月にはやるとは思うんですけど、まあ、予算って言ったらちょっとあれだけど、まあ、いくらぐらいにしたいみたいな何かあったりとかはするんですか。あんまり考えないですか。大体今彼女と一緒に同棲のためのお金を貯めていて、うんうん、なので月大体8000円以下、まあ、1万円以下にはしたいよねっていうのは決めてます。なるほど。ってことはじゃあこの4月の若干オーバーしたってことですか。この後に反省して考え直したっあ、そういうことですね、はいはい、で続いて交際費かっこ友人となっておりますが、まあ、昔3万円今1万円ということで、ここだいぶ削られましたけど、これは何か理由は。この2019年の3万円っていうのは、うん、まるまる結婚式のご祝儀なんですよ。あ、なるほど、そういうことですね、はいはい、そういうのちょっと嫌だなと思って、もうこれで最後だったかな、うんうんうん、はい、これで終わらせられたので、まあ、これ今後かかることはないだろう、まあ、すごいおめでたいことではありますからね。そうですね、まあ、行く側としてはね、やっぱそう思っちゃいますからね、まあ、そこは削りたくないなと思って3万円はいいかなと思いました、うんうん、はい、でちなみにその今年の1万円っていうのはどういう1万円だったんですか。これは友達と飲んで、はい、結構久しぶりにお酒飲んだんで、うんうん、調子乗って、うん、記憶なくすまでその間に1万円飛んでた。そういうことですね、はい、で続いては親戚の交際費もあるということで、はいはい、昔1200円かかってますけど、これどういう。あ、これはまあ実家に戻ったりとか、あ、それから交通費とか、なんかお土産とか持ってったりとか、そういうお金ですね、はい、で次、まあ、会社の交際費ということで、まあ、たまたまねこの2つとも2019年2021年と、まあ、支出はなかった
かったんですけど、はい、普段家計簿作るときってなんかそれぞれやっぱ分けるんですか、デート、友人、親戚、会社っていう風に。やっぱあの後々分析するときに交際費で一つにまとめちゃうと、うん、はいはいはい、何に使ったのかよく分からないんですよ、まあ、まあ確かに誰ととかね、そうなんですよね、はいはいはい、削る部分とか分からないので。そっか、はい、なるほど、まあ小分けてあると、はい、で続いて家電製品ということで、これは昔1700円ってありますけど、まあ、何の支出か覚えてますかこれ、はい、大抵なんか充電器とか、はい、あなるほど、そういうちょこっとしたもんです、結構細かく分けてるんですね。あ、そうですね、やっぱ分析するのが好きなので、うん、なるほどということで、で続いて健康の費用が、まあ、昔ゼロで今が8000円ということで、これどういう費用ですか。これ歯医者さんの定期検診とか、 あ、 なるほど、あと健康診断、まあ、会社でもやってるんですけど、うん、自主的にちょっと調べたいなって時には使えるし、ということですね。で続いて仕事用ってありますけど、これどういう支出なんですか。これは例えば資格の参考書とか、あ、なるほど、まあ、仕事で必要なもの、まあ、なるべく使わないようにはしてるんですけど、はいはいはい、使ってないっていうことですね。で医療費が、2021年4000円ってありますけども、はい、医療費っていうのが、さっきの健康っていうのはサプリメントとか、あ、プロテインとか、はいはい、うんうん、そういう日常的に使う健康用品ですね。あ、なるほど、はい、ここ修正ですね、はい、はい、でこの医療費4000円っていうのが逆にその健康診断だったりとか、そうですね、健康診断とか歯医者の定期検診とかで使ってます、うんうん、はい、ということでありがとうございます、はい、で、まあ、インテリアはインテリアですね、はい、まあ、たまたまこの2019年2020年は買わなかった、はい、で続いて娯楽費、はい、2019年9000円とありますが、普段娯楽費とかって、まあ、昔もとか今とかどういうのを使ったか、まあ、映画見に行ったりとか、うんうん、一人でなんか遊びに行く時とかですかね、うんうん、最近ほとんど使うことないですね、はい、うーん、なるほど、結構一人で行く支出、娯楽が、まあ、ここにかかってくるみたいな、あ、そうですね、はい、感じですね。で交通費は、まあ、さっきシェアサイクル使ってるっていうんで、もうほぼほぼかかってないと、はい、で学習費っていう内訳もありますけど、これどういう支出なんですか。なんか自分で勉強したい時とかなんですけど、まあほぼほぼ図書館とか行って本読んだりするので、なるほど、まあほぼほぼかからないっていうことですね。はい、で美容に関しては2021年1000円かかってますけど、多分洗顔フォームとかそういう日常的に使うものです、あ、なるほどなるほど、まあ確かに美容院で髪とけとかどうするんですか。あ、髪はバリカンで自分でやってます、ね、なるほど、まあだからお金かかんないですね、はい、であとは宿泊とか旅行費とかは2つの月はそれぞれかかってないですけど、あ、そうですね、まあ、旅行も最近行きづらいっていうのもあるんですけども、3ヶ月に1回ぐらいなんで、まあ、この月はかかってないです、ね、はい、ということですね。で次納税ってありますけど、これふるさと納税とか、なるほど、はい、はい、必要な時に書いてますっていうことですね。だから、まあ、さっきの食費でも出てきたところで使ったっていう感じですね、はい、でたまたまこの月は買ってなくて、もともと買ってあったから食費がだいぶ安上がりになったみたいな、あ、そうですね、流れですね。続いて美術ってありますけど、これどういう費用ですか。これは絵画教室に通ってで、うん、そういうお金はちょっと惜しみたくないなっていうので、結構大きい額なんですけど、はいはい、はい、払ってます。教室の習い事の費用みたいな、あ、そうですね、会員費みたいな感じ、月謝みたいな、はい、あ、なるほど、っていうことですね、はい、で以上になりまして、でそれぞれの内訳合計が、昔2019年11月は22万円で、2021年が、まあ、14万円ということで、まあ、これまあ本当に昔支出が多かった時と今2020年支出が低い時と比べてるんで、まあ、多少誤差はあるかもしれないですけど、まあ、約8万円ぐらいはだいぶ浮いてるということで、そうですね、はい、まあ、実際ここまで節約できてなんか良かったこととかありますか。感じたこととか。やっぱ気持ちが楽になりますね。おお、なるほど、はい、この2年半ぐらいの間でなんか節約しようとかあったんですか。全体的にお酒問題が一番大きくて、あ、なるほど、はいはい、まあ、そこら辺はちょっと見直そうかなみたいな。そうですね、やっぱ後で後悔することが多いので、はい、お金の面でも健康の面でも、はい、っていうことですね、はい、で最近の節約ポイントとか、今現時点での生活費の反省とか、今後の改善点とかって何かありますか。そうですね、はい、最近の節約ポイントで良かったのが、うん、やっぱ1日2食にしたことです、ね、おお、なるほど、はい、で朝食抜くことで食費が浮くっていう直接的な意味もあるんですけど、まあ、個人的な意見なんですけど、まあ、肌が綺麗になったような気がするし、なるほど、体重もやっぱ増えづらくなったので、まあ、医療費とか健康に関わるお金も節約できるし良かったかなって思ってます、うん、はい、ちなみに2食にしようと思ったきっかけは何だったんですか。最近やっぱメンタリスト DAIGO さんとか、はいはいはい、オリラジの永田さんとかが、まあ、空腹いいよって言ってて、うんうんうん、あ、ちょっと調べてみようと思って、で本読んで良さそうだなと思って、なるほど、実践したということで、まあ、全然2食にしても大丈夫だったと、全然快適ということですね。ちなみに今後なんかここら辺修正してもいいかもなって何かありますか。内訳とか特に今のままでいこうかなって感じですか。今のところは問題ないので、うん、このままって感じ、ね、はい、だいぶ少ないですからね。そうですね、はい、ありがとうございます。
ちなみにね、それこそまあちょっと質多かったとは思うんですけど、今よりもね、なんか昔それでもやっていたおすすめの節約とか、逆にダメだったなんか節約とかありますか？ダメだった節約で言うと、うん、あの旅行先延ばしにしたことですね。へえ、それはなんでですか？旅行って海外旅行に20代のうちに一人で行きたいっていう目標があったんですよ、うんうん、はいはいはい、でパリに行こうと思ったんですけど、はい、やっぱ30万とかかかっちゃうんですよね、まあ、確かに、はいはい、それでなんか高そうだから後でいいやって後回しにしてて、28歳の時に行こうって決めて、はい、うんうん、パリへの航空券も往復取ったんですよ、うんうん、で取ったのが2020年の3月で、あコロナ、ちょうどコロナに行けなくなってなるほど、すごい後悔しました、ね、そういうことか、もう行こうと思った時に行った方が良かったなって教訓になったわけですね、はいはい、だから旅行は先に延ばしにしちゃいかんと。そうですね、高いからといって節約しちゃあかんってことですね。ちなみに逆に今でも昔でもいいんですけど、おすすめの節約ってありますか？そうですね、やって良かった節約でもいいですし、自分にとって必要なものと大好きなものしか買わないっていうのが重要だと思います。なるほど、まあ余計なもの買わないっていうか、まあ、妥協で買わないってことが一番の節約ですね。はい、ありがとうございます。で続いてちょっと投資の話もしていきたいんですけども、ゆうはさんだいぶ前からね、昔から投資をしていて、まあ、もし可能であれば、まあ、毎月の投資金額とか投資の内容とか累計投資金額とかちょっと聞いてみたいんですけど、どうですかね？毎月の、うんうん、投資金額は最低5万円から、はい、で僕の会社は毎月の給料よりボーナスが多くて、うんうん、なるほど、ボーナスが大体去年だったら 6.7 ヶ月、うんうん、あ結構もらえますね。そうなんですよね、ボーナスが多くて、はいはいはい、そのボーナスも全部投資に回してます、うん、おなるほどっていうことですね。なので年間で言うと、うんうん、まあ、2、300万くらいって感じです。おなるほど、はい、でちなみに累計どれぐらい今投資にお金を回してるとかって？だいたい1500万円ぐらいです、ね、お結構すごいですよね。そう、僕が知る中で、あの30歳、まあ、同じ世代ぐらいでここまで投資してる本当になくて、1500万円って結構大金だったんです。だいぶ前からやってたんですか、投資は？そうですね、社会人になった4月からすぐ始めました。すごいですよね。え、なんでまたそんな若い時に投資しようってなったんですか？一番は働きたくないなって気持ちが強くて、はいはいはい、大学卒業する間近、うんうん、3月とかに、うわ4月から働くの嫌だなと思ってなるほど、お金どうにか増やせないかなと思って、うんうん、で株に興味を持ったって感じです、はい、怖くはなかったですか？最初はちょっと不安だったんですけど、うんうん、まあ、少額からだったら、うんうん、まあ、失っても大丈夫ぐらいの金額から始めれば大丈夫かなと思って大丈夫、うん、なるほど。ちなみに動画外でね、以前ルームツアー撮影した時も言ってましたけど、なんか結構投資も失敗は知ってるっていう。そうですね、はい、コロナで車何台か買える分ぐらいのお金は失敗しました、ね、なるほど。それは売っちゃったからってことですか？ずっと塩漬けって言って、はいはいはい、マイナスになってる銘柄をずっとそのままにしてたんですよ、うんうん、まあ、いつか上がるだろうって思って、はいはいはい、コロナでさすがにこれはもう回復できないなってぐらいまで行ったのでなるほど、切っちゃいました、ね、ということですね。でちなみに、まあ、その今トータルね1500万円累計であるってことですけど、その投資はその大学卒業するぐらいだから、まあ8年前7年前とか、そうですね、はい、ぐらいからコツコツと積み上げてきた分っていう感じ？あ、そうですね、はい、あんまりお金も使わないので、うん、まあ、余った分はどんどん投資に回してって感じで、まあ、それとは別にちょっとまた個別でやってて、でそれが失敗したみたいな。そのコツコツ回してるのが全部一つになってて、うん、はい、それが1割ぐらい成功して9割ぐらい失敗した。あ、そうなんですね。あ、じゃあ昔はもっとあったってことですね。そうすると、あ、もっとありましたね。もうほぼお金使わないから、もう投資にフルコミットでバッとやってたからってことですか？あ、それはありましたね。やっぱプラスになってる部分も結構あったので、うん、そっちはフォーカスしちゃって、あ、まあまあ、マイナスになってるけどいつか上がるだろう、まあ、プラスになってるのは自分が良かったから、はいはい、なるほどね。ちなみに20代の時に投資するとなんか怪しまれたりとか、なんかネガティブな意見言われたんですよね。なんかすごい多くて、はい、社会人1年目とか、うん、みんなキラキラしてるので、まあまあまあ、え、なんかもっとお金使えばいいのにとか、うん、もっといいご飯食べればいいのにとか言われたんですけど、うん、僕はいいご飯にお金払って一生懸命働くなったら、うん、ほどほどに働いてしたかったので投資に回してました、はい、とにかく働きたくない気持ちがあ、そうですね、あって、まあ、とにかく投資をしてお金さんに働いてもらうみたいな感じで、はい、ありがとうございます。続いて、ね、こんな風にね生活費も紹介させていただき、まあ、さらには昔から、ね、投資してるっていうことで、まあ、かなり堅実にお金を増やしてるイメージなんですけど、なんかお金に困った時期とか、なんか浪費家だった時とか、あと貧乏時代はあるのかっていう。あ、お金に困ったことがそんなない、ね、ないですね。なんでかっていうと、はい、お金のことを考えるより、うんうん、お金に困った後の方がめんどくさいと思って、まあまあ確かに、だったら先になんか手打っとこうって、そっちも楽かなと思って。すごいですね。ちなみにその例えば投資を始める時とか、
あとお金に困らないようにしようってなった時に、なんかお金の勉強とか投資の勉強はしました？あ、そうですね、最近だと YouTube でも結構いい動画があるので、両学長とかをちゃんと見て勉強はしてます。おすすめのなんか勉強法とかありますか？例えば YouTube の動画でもいいし、本でもいいし。あ、僕は YouTube のその両学長のチャンネルが、耳でも勉強できるのでいいかなと思ってて、まあ、ただ一人の人の意見だけ聞くのって、危ないと思うので、いろんな本を読んだりとかしてます。なるほど、ということですね。だいぶ話それるかもしれないですけど、一応お金に困った時期はないと。そうは言ってもある程度やっぱりまとまったお金、それこそボーナスが多かったりとか投資とかで結構昔は多かったわけじゃないですか。なんか散財したいなとか、実際遊んだこととか浪費したこととかはある？したいなって思ったことはありましたね。社会人3年目の時に、資産500万円ぐらいの時に、なんかレクサス乗りたいなと思って。おー、いいじゃないですか。でそれで中古のレクサスは買えるなと思って、そこで買おうと思ったんですけど、踏みとどまった理由が、僕が頑張って2年間働いてきたお金が車1台に消えるんだってこと。それはできないなと思って。そっかそっか、確かにそれはありますね。ちなみに、ちょっとまた意地悪な質問なんですけど、その大学卒業してから、コツコツとね、節約貯金投資をしてきましたと。この7年間ぐらいで、一番高かった買い物って何ですか？株以外ですよね。株以外で。一番高かった。遊びでもいいし、浪費でも、体験でもいいし、物でもいいし。服ですね。あ、服なんですね。一着の服で、多分一番高かったと思います。十数万とか？ジルサンダーのニットなんですけど、ほうほう、ニットで11万円。おー、結構しますね。はい。そこは、メリハリをつけて、そこにはお金かけて、決めたからっていう感じですか？そうですね、逆を言うと、他のところで支出が少なかったので、買えたっていうのはあるので全然満足はしてます。なるほど、はい、ありがとうございます。では続いての質問ですが、投資とか貯金のバランス、結構今ね、投資額多めですけど、貯金とか投資の今のバランスでもいいし、今後どうしていきたいとかもしあれば教えてもらいたいなと。プランとか方針とか。目標としては、配当金だけで毎月10万円入ってくるっていうのを目標にしてます。はい、10万円だとどれぐらいですか？3000万ぐらいかな。3000万ぐらいですかね。そこを目標にしてると。そうですね、はい。現金とか、預貯金とかはそんなに今してないですか？現金でいう150万ぐらいですかね。だからほぼほぼ投資がメインなんですね。あ、そうですね。ちなみにこれよく僕もね、今年から始めたので、やっぱ生活防衛資金ってある程度必要って言われるじゃないですか、投資って。ユハさんの中でこれぐらいその生活防衛資金があればいいとかって何かあったりとかしますか？100万円ぐらいあれば、生活費が少ないので、100万ぐらいあれば大丈夫だとっていうことですね。であとはもう投資にフルコミットしようと。あ、そうです、ね、はい、ありがとうございます。続いての質問、今まで多分これかれこれ数年で資産っていうものがたくさん増えてきたと思うんですけども、一番そのお金が貯まりだしたきっかけとかターニングポイントになった出来事とか何かありますか？先ほどもお話ししたんですけど、大学4年の時に働きたくないなって思ったことで、逆にお金が増えたかなっていうのは。なんでそんなに働きたくなかったんですか？何が要因なんですかね？働くより楽しいことがあるからですね。ああ、なるほどね。例えばどういうことをしたいとかあったんですか？例えばその時音楽やってたので、やっぱ音楽やってる時間の楽しいし、ほとんどの人が9割以上の人が、明日お金もらえないとしたら働きたいですか、休みたいですかって言われたら、多分休む方を選ぶと思うんですよ。まあそうですね、綺麗事なしなんで僕は現実的にそれを考えて、じゃあ働く理由なんだろうと思った時にお金だなと思ってお金を貯めるようにしました。っていうことですね。で続いて、貯金いくらまで貯めたいですかっていう質問に対しては、貯金ではなく投資だと思うんですけど、一応目標としては直近の目標は3000万円ぐらい。そうですね。で、10万円のその配当金というか資産収入が入ってくればいいかなっていう感じで。でちなみにその働きたくないっていうことじゃないですか、でも今お仕事されてるじゃないですか、例えば仮に3000万円資産貯まりましたってなったら、その後はどうするんですか？その後は今結構仕事が楽なので、今のまんまだったらある程度は続けて5000万ぐらいまで貯めようかなとは思ってます。なるほど、働きたくないけどそこまでだったら頑張れるかなっていう。そうですね、ただ移動とかになって辛い仕事とかになったら転職を考えたりして、もっと楽な働き方をするかなと思ってます。なるほど。これあんまり細かいこと突っ込めないかもしれないですけど、結構労働時間が短い、労働日数が少ない。労働日数少なくて残業も月数時間ぐらい。へえ、それどうやって見つけたんですか？転職サイトとかですか？あ、そうです、転職サイトの前にまずはググって、なんか労働時間短い仕事とか職種とかいろいろ調べて、楽さで選びました。楽さで選んだんですね。そこも働きたくない優先で。そうです、ただ楽さで選べたの理由もやっぱお金があったからなんで。ある程度貯金とか資産とかね。そうなんですよね。そこでお金
金がなかったらやっぱ給料高い仕事っていうのを探すと思うんです。ちなみに今のお仕事でずっと続けてきたんですか、それともある程度資産が溜まってきた段階で転職した？ある程度資産が溜まってきた段階で転職しましたね、うん、例えばもし可能であればいくらぐらいで、まあ、余裕が出てきたから転職したとか時期とかあれば。もしかしたら1500万ぐらいあったかな。そのぐらいの時に転職しようと思って、はい、なるほど。ちなみにいつぐらい、何年前とか何歳の時とか？27の時なんで3年前とか。3年前ですよ。まあその転職しようってなった時に、まあもちろん職場の方からなんか反対とかは ありましたね。でも、うん、転職してしまえばもうなんか関係のないおじさんとおばさんだと思う。まあ、いいかな。なるほどね。そうか。で転職する際は、まあ、なるべく楽っていうか、まあ、労働時間が少ないところで。そうですね、はい、そういう観点で本当楽になりたいっていうのがあって、うん、転職活動すごい頑張ったんですよ、うん、でその結果一番行きたいところに行けて、結局給料はもう100万円ぐらい上がるっていう、うん、上がったんですか？上がりましたね。僕ちょっと収入聞きたくて、その、まあ、労働時間とか日数下がったら絶対下がるじゃないですか、普通だったら。上がったんですね。上がりました。すごいですね。なんで上がるんだろう。業種は悪いですね。悪いですね。業種は結構、はい、なんで上がるんですか？それで福利厚生で見たらいいところがあって、うん、まあボーナスもしかり。あ、そうですね。あ、でもお金もいいんだ。あ、もう一石二鳥。めちゃくちゃいいじゃないですか。あ、めちゃくちゃ良かったですね。絶対知りたいって人多いと思いますからね。なんで労働時間に少なくてお給料がいいというかボーナスいいんだったら私も働きたいって言いますけど。でも運が良かったのはありますよ、まあ、あと転職活動で結構頑張ってて、うん、前、システムエンジニアやってた時に、うん、チームリーダーやってて、うん、それで朝6時に起きて帰ってくるのが0時1時とかで、結構激務ですね。そうなんですよね。なるほど。そっか、昔システムエンジニアしてたんですもんね。はい、はい、それはいつ辞めたんですか？それが3年前、ね、あ、3年前か。やっぱり激務に追われてちょっとしんどかった。なかなかしんどかったんですけど、0時に帰ってきて、うん、まあ、1時2時寝ても、うん、朝早く起きて資格の勉強してそれで掴み取った転職先なんで。なるほどなるほど、はい、そこで頑張りましたね。なんかこれからの時代なんか SE とかもね、システムエンジニアとかもなんか時代の流れ的にはなんか収入とかもね高くなりそうなイメージもありますけど、それは続けようとは思わなかったんですね。いや、やっぱり構造自体が日本で古い部分があると思うので、はい、そんなすぐ変われないと思って、そんな数年も我慢できないなって僕は思いました。っていうことですね。これあの一応、まあ、今プログラミングとか SE とかって今流行ってるじゃないですか。で、はい、今後、まあ、受けようってする人とかもね、いろいろ資格とかスキルを身につけようって人もいると思うんですけど、まあ、あくまでユーハさんの実体験的には どう思いますか今後？正直どの業界もそうなんですけど、うん、未経験ですって言って、うん、入っていきなりいい会社に入れるっていうのはちょっと考えが甘いかなと。ああ、なるほど、はい、まあ、そこはやっぱり厳しさも知っておく必要はあるかなっていう。そうですね、最初はやっぱりハードルを上げすぎないで、うん、まあ、経験になるからちょっと頑張ってみようっていう、ちょっと気合い入れてやった方がいいかなと。なるほど、なるほど。まあ、甘く見るとちょっと後でなんかしんどくなるというか。そうですね、まあ、そこはねコツコツと積み上げていった方がいいかなっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。続いての質問、投資をね、例えば3000万円もしくは5000万円運用しましたと、はい、でその投資を将来的に何に使いたいかとかありますか？もしくはファイヤーした後の生活とか。これは一つもう絶対これっていうのがあるんですけど、はい、時間ですね。お、時間。働くのって嫌なんですけど、うんうんうん、結局お金のためだと思うんですよ。そのお金さえどうにかなれば、うんうんうん、その空いた時間が生まれると思うんですけど、うんうん、その時間が欲しいなと思ってて。おー、なるほど。さっきも言ったんですけど、うんうん、休みの次の日がお金もらえないとして、うんうん、働くか休むかって言ったら、うんうん、絶対僕は休む方がいいんですよ。そういう時間を自分で選択できるようにお金を貯めているっていう感じです。なるほど。でもし貯まりました、例えばお金ある程度貯まったら世界旅行行きたいとか、とりあえずずっと仕事休みたいとか、はい、そう、美味しいご飯食べに行きたいとかありますか？あ、自分が好きな絵描いてたいですかね。でたまに旅行も行けると思うので、うん、まあ、彼女と一緒に公園行って遊んだりとか。なるほどなるほど。悠々自適な生活を、はい、もう完全ファイヤーを目指すって感じですか？まあ、サイドファイヤーとかで。サイドファイヤーでちょっと自分の好きなことしながら、うん、あの配当金で暮らしていく。なるほど、っていうことですね。はい、ありがとうございます。で続いての質問は、お金が増えていく過程で、まあ、今と昔ってなんか価値観とか考え方に変化はありましたか？やっぱ繰り返したんですけど、うん、時間が一番大切だなっていう価値観が強くなりました。そういうことですね。ちらっとなんか別の SNS の媒体かなんかで、その年収かな、貯金か忘れたけど1000万円ある人でお金が大事か時間が大事かって質問した時に、圧倒的に1000万円以上の資産か収入か忘れたけどある人で時間の方を選んだんですって。そうだから、やっぱお金じゃなくて時間大事にするとやっぱお金も貯まりやすいのかなと思って、意外にあるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。
ではでは最後ですね、貯金や投資でお金を増やしていきたい人、まあ、僕の人は結構多いので、まあ、何かメッセージ、節約、貯金、投資のコツでもいいし、まあ、何か経験談でもいいので、はい、最後いただいて終わろうと思います。働くのが嫌っていう気持ちをポジティブに変換して、うん、でお金を貯めていくのがいいかなと思います。なるほど、ということですね。僕も本当働きたくないんで本当に不労所得というか、まあ、悠々自適に、ね、好きなことだけしてやっていきたいな、はい、まあ、それが結果的に仕事につながればいいですかね、まあ、そういう気持ちも、働きたくない気持ちを大事にするというのがいいということで、はいはい、ぜひ参考にしてみてください。ということで本日もゆうはさんありがとうございました。ありがとうございました。Someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pose.